俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコールです。ですね、僕いつもですね、 PUBG の構築は、まあ、そのショットガンを加えた構築だったんですよね。はい、構築だったんですけど、この度ショットガン持つのやめました。なんでかっていうとですね、それのきっかけになったプレイがあります。まずそちらをご覧ください。こちらですね。これいつもヘッド入ってたんですよ。ダブルバレルで今の感じで撃ってヘッド入れなかったら、もうダブルバレルをですね、使う意味がないですもんね。まあ SG 自体をもう使う意味がなくなるので、今回やめました。もうこれからはですね、体に当たった、体にしか当たらないっていう前提でですね、今後プレイしていこうと思います。で、そこで気になったんですけど、まあいろいろ最近たまに話を聞くんですけど、頭の判定が変わってるみたいな。うん。あんまりヘッドに入らないみたいな。ヘッドの範囲がめちゃくちゃ狭くなってるという話を聞きましたので、今回そちらの検証の方法をしていきたいと思います。で、今回ですね、ルームを使って検証の方をしていきました。ですね、まあ向こうに映ってるのは自分のサブキャラですね。一番多いのが、横向きのキャラに、ヘッド当てようとしたら全然ヘッドが入らないということでしたので、横にキャラを向けて、打ってみたいと思います。うん、普通にヘッド入りますね。これどういうことやろう。まあ確かにヘッド入りづらい感じはあったんで、なんでやろうな。ちょっとわからんですね。もう一回ちょっと打ってみますね。やっぱりこれヘッドに入りますね。どういうことやろう。ちょっとキャラを走らせてヘッドに当ててみますね。走ってる敵に、頭が入らないっていうのを結構聞きますんで、そっちの検証をしていきたいと思います。は、今ので入ってないのヘッド。絶対あれヘッドでしょ。あー、なるほどね。ちょっともう一回やってみましょうか。やっぱりこれあれですね。ヘッドに入らんですね。多分ですね、これ、腕の当たり判定ができてますね。これ腕に弾が当たることによって、ヘッドに弾が入らないようになってると思います。多分さっき伏せてた滝に頭に入らなかったのも、おそらく腕に先に当たってるからヘッドの判定がなく体の判定になったんだと思いますね。これちょっといかんですね。体に入るのが前提みたいな、そういう立ち回りを今後ちょっとしていかんと厳しそうですね。もうほんとその止まってる時なんかほぼいないんで、まあ、ほぼほぼヘッドに入らないっちゅう前提で立ち回っていった方がいいと思います。まあ、こんな感じでですね、いろんな動画出しておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。